おはようございます。栃木のたけし農場です。中子ばあちゃんのきゅうりです。動画でもね、何回も言ってますように、台風10号の、風とね、その後の雨でね、もう ほとんどね、これ見てもスカスカでねほとんどなるような状態じゃないんですけど、まだね、葉っぱがっていうか茎が枯れてるわけではないので、ちょっと何本になるかという観察は続けていきたいと思います。で、今日はね、1本ですね。はい。で、このね、1本抜きで何本になるかっていう調査もね、YouTube 始まって、いろんな方のね、動画を見ていて、こういうやり方すると100本になるよとかっていうのが結構ありました。で、その剪定に走っちゃう、こういう剪定をやってくださいねというような動画に私は思いました。うん、で、基本的に、キュウリ農家って剪定するのが作業じゃなくてね、キュウリを収穫するのが作業なんでね、キュウリを収穫しながら葉っぱとか枝をね、切ってきます。それはするんですが、そういう形にするのが目的じゃないんでね。で、最終的に、切り方の法則は、よく、こうやると100本、なりますよっていう動画の形になります。で、自分もね、40数年前は、プロの、キュウリの農家でした。20代前半ですね。あの頃は元気だったよね。で、多少なりともね、心得があるんで、ちょっとね、今年やってみようということで、始まりました。で、多分40年前も、枝の作り方はね、今とほとんど変わってないです。ただ品種が若干ね、当時、たけし農場が作っていたような品種はもう今ありません。影も形もありません。どれを作っていいんだよっていう感じですけどね。適当にね、今年は自分の家で作ったキュウリに関しては、適当にね、農業資材店に行って買ってきたんですが、ちょっと品種選ぶに苦労したなんていう、ちょっとおまけもついております。で、これから、100本取れますよっていうのがね、はい、今200本超えました。で、200本超えたって言ってもね、この今画面に映ってるキュウリは、そうだな、B 品だな。B 品なんですが、ここね、もう8月10日以降はもうほとんどね、出荷できるようなキュウリはなっていません。もう収穫末期だよね。ですが、収穫、何本収穫できるのって始まったので、これはもうね、最後ね、枯れるまで続けていきたいと思います。で、今年やってみてね、これがまずかった、ああした方がいい、こうした方がいいっていうのがね、いくつかありますので、それもね、来年こうしようっていう、抱負も含めてね、また別の動画で、やりたいと思ってます。というわけでね、これ201本目です。201本目収穫します。そういうことでね、まだまだこの中子ばあちゃんシリーズは続きますのでね、よろしくお願いいたします。やっぱりね、本数が少ないんでね、生育するの早いよね。これで BS でしょうかね。言うならば、このお尻の部分とね、この頭の部分が、ちょっと太いんだよね。収穫末期なんでしょうがないんだけど、これがね、同じ太さだったらいいんですけどね。ちょっと頭でっかち、尻でかっていうキュウリです。これからあと何本ぐらい行くでしょうね。250はいかないような気がするんだよね。どうやってもね。そういうことで、ちょっとね、最後までお付き合いいただけるとありがたいです。以上です。